こんにちは、よろき先生こと中村です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるように練習していきましょう。数学苦手な学生さんとか、やり直し社会人の方でもね、一から意味がわかるようにしっかり作りました。巻き戻しとかね、倍速再生も駆使して、徹底的にインプットしていきましょう。では、ここから授業です。どうぞ。ここでは x イコール5にゃとか y イコール5にゃのグラフはどうやって書くかについて勉強していきます。端的に言うならば y 軸とか x 軸と平行なグラフになります。で、どっちと平行やねんというと、それは意味を考えれば自然と見えてきます。詳しく見ていきましょう。でも今回の予定は一つです。さっき見た通り x イコール5にゃとか y イコール5にゃのグラフっていうのは y 軸とか x 軸と平行なグラフになります。で、意味を考えればね、自然とわかりますんで、早速具体例見ていきましょう。x イコール2のグラフってどうなるでしょうか？というと、これの意味は、x 座標はいつも2だよということです。y が0の時も x は2です。y が1の時も x は2です。もちろん y が3になっても x は2やし、y が -5 の時も x は2だよということです。つまり求めるグラフはこんな直線。y 軸に平行な直線になります。そしてこの直線上にある点は x 座標はいつも2なんですね。これが x イコール2のグラフの形です。OK でしょうか。じゃあ次の例、2y イコールマイナス6のグラフも考えてみましょう。まずは両辺を2で割りましょう。そうすれば y イコールマイナス3とわかります。じゃあ y イコールマイナス3ってどんなグラフになるでしょうか。考え方さっきと一緒です。どんな意味かっていうと、y 座標はいつもマイナス3だよということです。x が0の時も y はマイナス3やし、x が1の時も y はマイナス3です。もちろん x が2の時も y はマイナス3やし、x がマイナス5の時も y はマイナス3です。だから求めるグラフはこんな直線。x 軸に平行な直線になるということがわかります。この直線上にある点は全部 y 座標マイナス3になってますね。これが y イコールマイナス3のグラフの書き方です。これにて要点は以上です。理解できましたでしょうか？ではここから例題見ていきましょう。次のグラフを書こうということで、括弧1は 3x イコールマイナス12です。この両辺を3で割ってみましょう。そしたら x イコールマイナス4と出てきます。これは x 座標がいつもマイナス4だよという意味です。じゃあどんなグラフになるでしょうか？っていうと、y が0でも x はマイナス4、y が1でも x がマイナス4ということでね、この2点を結べば y 軸に平行な直線になるなということがわかります。そしてこれにて答えとなるグラフは完成です。慣れてしまえば簡単ですね。じゃあ次、括弧にも行きましょう。マイナス 4y イコールマイナス8。これどんなグラフになるでしょうか？というと、両辺をマイナス4で割ってみましょう。そしたら y イコールプラス2とわかりますね。じゃあこれって一体どんなグラフでしょうか？というと、y 座標はいつも2だよという意味です。x が0でも y は2やし、x が1でも y は2です。だから、この2点を結んだ x 軸に平行な直線。これが求めるグラフですね。ということで、インプットは完了です。あとは問題集でアウトプットして、しっかり身につけていきましょう。